昭和41年、防衛庁の活躍は氷に閉ざされた南極で始まった。海上自衛隊の砕氷艦富士とその乗組員たちの活躍は、南極観測にとってはもはや欠くことのできない大きな支えとなった。第二次防衛力整備計画の最終年度にあたる昭和41年、その目標を達成すべく1月7日、まず海上自衛隊初めての対戦用無人ヘリコプターを搭載する高槻が進水した。松野長官を迎えて高槻は3050トンの巨体を海に浮かべた。ついで2月1日、航空自衛隊は第二次内規部隊の編成を完結した。この内規部隊の本部は福岡県の春日基地に置かれ、発射中隊は芦屋、築城、高良台の各地に配置され、九州北部の防空任務に就いた。初春の夢覚めやらぬ1月11日、青森県三沢市に大火が発生。折からの強風にあおられ、瞬く間に410戸を焼失し、1900人に及ぶ被災者を出した。直ちに自衛隊が派遣され、その救済に全力を注いだ。三沢基地の航空自衛隊や八戸の陸上・海上自衛隊員合わせて1300人が復旧作業に当たり、被災者たちに再建への気力を奮い起こさせた。三沢の大火からものの一月も経たぬ2月4日の夜、東京湾に全日空機が墜落、全員死亡という惨事が起きた。直ちに海上自衛隊は昼夜を分かたぬ捜索活動を開始した。とりわけ水中処分隊による機体発見、遺体捜索は目覚ましいものがあった。その功績により5月12日水中処分隊14名に第一級表彰状が贈られた。さらに3月5日、富士山麓に BOAC 機が墜落。富士演習場で訓練中の陸上自衛隊は直ちに演習を打ち切り現場に急行、遺体の収容に当たった。この時の派遣人員は延べ2600名に上った。かねてから交渉中の東富士演習場の一部の返還問題は地元との話し合いがまとまり、3月1日、防衛庁において斉藤静岡県知事と松野長官との間に調印が取り交わされた。春を告げる防衛博覧会がまず3月15日から横浜ドリームランドで開催され、各種の装備やレンジャー訓練などを観客に披露した。このあと高知、姫路、新潟、東京の豊島園などでも開催され、およそ300万人の観客を動員した。3月19日、防衛大学校10期生の卒業式が行われた。大森校長から一人一人に卒業証書を手渡され、幹部自衛官として国防の一翼を担うべく新たな決意を胸にして498名の枠を度が巣立っていった。4月6日、防衛大学校では新入生554名が大森校長の
祖国愛に燃える諸君を多数迎えることができて嬉しいという言葉に迎えられて入校した。4月8日第7次南極観測支援昭和基地再開という退任を果たした砕氷艦富士が東京晴海に無事寄港した。140日間の長い航海の疲れも見せぬ本田艦長ら182名の富士乗組員と村山観測隊長ら22名の隊員を迎えて盛大な寄港式が行われた。4月30日、東幕議長、陸海空三幕僚長が一斉に交代し、長官室で辞令が交付された。新たに任命された天野東幕議長、吉江陸上幕僚長、板谷海上幕僚長、牟田航空幕僚長。筑豊の町飯塚に去る2月21日陸上自衛隊飯塚駐屯地が誕生し、その開庁式が4月12日行われた。この駐屯地はまた不況にあえぐ地元三炭地の振興の意味を含んで設置されたものである。ついでその2ヶ月後の6月12日首都圏防空の住人を担う航空自衛隊百里基地の完成を見た。10年来の基地反対闘争によって飛べないジェット基地と言われていたが、ついに盛大な航空祭を開くに至った。この百里基地は第二次防衛計画で予定した最後の航空基地であり、また名実ともにF-104 の第一線部隊の基地として発足した。一方、海上自衛隊は6月18日新兵器の対戦ロケットアスロックを装備した新鋭護衛艦山雲を東京晴海で初めて都民に公開した。7月5日、海上自衛隊練習艦隊の実習員たちは遠洋航海の出発に先立ち靖国神社に参拝した。明けて3日後の7月8日、練習艦隊は秋月、大波、高波、巻波の4艦でオーストラリア、ニュージーランド方面に向けて東京晴海から94日の航海の桑都に着いた。陸上自衛隊不発弾処理隊は5月から7月にかけて渡河清瀬町で危険にさらされながら発掘作業に汗を流した。7月22日までに合計11発を発掘し、町の人々の不安を拭い去った。この年の陸上自衛隊による不発弾処理は全国で約2250件102トンに上った。7月17日、集中豪雨が新潟県北部地方を襲い、各地に大きな被害をもたらした。新潟県知事の要請で、陸上自衛隊と航空自衛隊は直ちに救援活動を開始した。陸上自衛隊第12師団を主力に、さらに航空自衛隊小松、松島の救難隊延べ2000名が小型舟艇、ヘリコプターなどを買って被災者の救済や災害の復旧に全力を挙げた。19日の朝からは決壊した鍛冶川の杭打ち、土のう運搬に隊員が活躍。25日にはついに決壊した堤防のせき止めに成功。
地元の人々や隊員の間から一斉に喜びの声が上がった。基地周辺の関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与することを目的とする基地周辺整備法が7月26日国会で成立施行された。この学校も教室内は防音装置が施され、ジェット機の爆音に邪魔されないようになった。8月27日陸上自衛隊は築城を主体にした総合的な演習を滋賀県八重花で繰り広げた。この演習は国土防衛作戦の要求に応えるため、普通科戦闘団と施設科部隊とが協力して陣地防御のための築城能力の向上を目的として行われた。さらに陸上自衛隊は三重県下の高原を舞台に10月1日から10日間航空学校初の方面ヘリコプター研究演習を繰り広げた。この研究演習は第3次防衛力整備計画の一環をなすヘリコプター部隊の運用研究を目的としたものである。これは近代戦に備え陸上兵力の空中機動輸送力の増強とヘリボーン作戦による地上戦闘能力の向上を図ろうとするものである。一方、海上自衛隊も10月3日から1週間、創設以来最大の規模の総合演習を本土周辺海域で実施した。参加した艦艇は150隻、航空機150機、人員2万5千名に及んだ。佐藤内閣の改造に伴い8月1日松野長官の離任式が行われた。次いで神林山新長官が着任した。9月6日、防衛研修所では第14期一般家庭研修員32名の入所式が行われた。9月28日、市ヶ谷駐屯地に佐藤首相を迎えて長官主催による高級幹部会堂が行われた。10月7日、マクナマラ国防長官の招きで神林山長官がアメリカに渡った。
去る7月8日、訓練と国際親善を目的として出航した練習艦隊は、今日も訓練に余念がない。95日にわたる長い航海を終えて、援航部隊は10月11日、横須賀に帰港。現地から託されたレーテ島、グアム島の遺骨を胸にして上陸した。例年、日本を襲う台風は全国各地に大きな被害をもたらしているが、今年も9月24日、26号台風が山梨、静岡を襲い、大きな爪痕を残した。折から富士で野営訓練を行っていた陸上自衛隊第一師団は、被害の激しい山梨県芦和田念場の両部落に急行。直ちに救援作業を始めた。第一師団を主力とするおよそ3000名の隊員が被災者救護や行方不明者の捜索、倒壊家屋の後片付け、給水、防疫など絶え間ない復旧作業に活躍した。10月19日から大分で開かれたスポーツの祭典、第21回国民体育大会。今回も陸上自衛隊第4師団を主力とする部隊がこれに協力した。この種の大競技会における自衛隊の協力はもはや欠くことのできないものになった。10月25日国体にご臨席中の天皇皇后両陛下はホッケー競技場となっている陸上自衛隊湯布院駐屯地を訪問された。両陛下が駐屯地に来られたのは自衛隊創立以来初めてのことである。10月29日自衛隊音楽祭りが自衛隊記念日の前夜祭として東京千駄ヶ谷の都立体育館で開かれた。明けて10月30日、自衛隊創立記念式典が秋晴れのもと神宮外苑国立競技場前で行われ、一大ページェントを繰り広げた。昭和25年、7万5000名の警察予備隊が発足してから今年で16年。その後27年には海上警備隊が、29年には航空自衛隊がそれぞれ誕生。今日自衛隊は27万名の隊員を有するに至った。
これに先立ち、市ヶ谷駐屯地内の殉職者慰霊碑前では、殉職者44柱の追悼式がしめやかに行われた。また、同じ駐屯地で自衛隊の発展に協力した団体、個人121名に対する表彰式が行われた。自衛隊創立記念行事の一つ、海上自衛隊の観艦式が11月3日、九州博多沖で関越艦天津風に神林山長官を迎えて行われた。天津風以下37隻の艦艇、P2V など59機の航空機が参加して行われた観艦式は、詰めかけた2万人の人々にその姿を披露した。さらに埼玉県の航空自衛隊入間基地でも3日から華やかに航空祭を展開。F-104J をはじめ延べ150機が参加。上空に繰り広げられるブルーインパルスの妙技は詰めかけた20万人の目を奪った。海上自衛隊の対潜哨戒機 P2V6 機72名が11月2日初めての対潜能力評価訓練のため、ハワイの米海軍基地バーバスポイントに向かって出発した。11月24日、陸上自衛隊は首都防空を目的としてホーク部隊の第二次配置を決定した。その大隊本部、本部中隊は朝霞駐屯地に置かれることになった。ついで11月25日、39年度建造計画による護衛艦朝雲の進水式が舞鶴で行われた。朝雲は山雲と同型艦で、42年8月に就役することになっている。一方、航空自衛隊ではパイロットの命を守るため、国産ジェット練習機 T1 からの低高度緊急脱出装置の開発研究に力を注ぎ、3月から数回にわたって技術試験を繰り返し、ついに10月その成功を見た。目黒にある防衛庁技術研究本部第一研究所では、今世紀最大の発明の一つと言われている人工光線レーザーの防衛面への応用研究を行っている。このレーザー測距装置は第一研究所が独自に設計製作した対戦車用の距離測定装置である。第10回自衛隊ラグビー大会が12月7日、秩父宮ラグビー場で開幕。
熱戦の結果、陸上自衛隊東部方面隊代表が2年連続優勝の栄冠を勝ち得た。暮れも押し迫った12月5日、防衛庁で神林山長官の離任式が行われた。これに先立ち、11月29日、42年度から46年度までの5年間にわたる第3次防衛力整備計画の大綱が決定された。こうした重大な時期に増田新長官の着任式が行われた。海上自衛隊の砕氷艦富士の出航式が12月1日東京晴海で行われた。第8次南極観測隊輸送支援という重大なる使命を果たすべく、砕氷艦富士は再び高程4万キロに及ぶ南極への送渡に着いた。緊迫する内外の諸情勢の中にあって、防衛庁の使命は日々重みを加えていく。今日から明日へと、防衛庁はひたすらその使命達成への歩みを続けていくのである。